はい、どうもこんにちは、ほろ苦でございます。おかげさまでですね、当チャンネルはカードのコレクションというかですね、スクリューダウンの動画がですねご好評いただいております。で、今回ご紹介したいと思っておりますコレクションアイテムはファイルです。皆様、ハイクラスパックシャイニースター V は購入されましたか？あのパックは強力な V ポケモンやトレーナーズがてんこ盛りなので、とてもありがたい商品なのですが、まあすぐに売り切れてしまいましたよね。その原因の一つが特別な色違いポケモンだと思うのですが、まあね、ちょっと特別感がある色違いのポケモンってついつい手に入れたくなりますよね。では、せっかく手に入った色違いのポケモンたち、皆さんはどのように保管をしていますか？私がこれまでチャンネルで紹介してきたコレクション方法は2つ。1つ目はストレージボックス。大量にしまえるのでとても経済的ではあるんですけれども、言ってしまえば箱の中にこう詰め込んでいるわけですから、せっかく当てた色違いポケモンを眺めることができません。こうやってね、手に取って見るしかないわけですよね。あくまでこうカードをね、大量に保管するためのアイテムという位置づけでしょうかね。2つ目がスクリューダウン。美術品のように綺麗に飾ることができるのですが、一つ飾るごとにスペースを取りますし、このスクリューダウン自体お値段がね結構しますからね、本当にお気に入りのカードを飾る時のとっておきという感じでしょうか。ちなみにこのね御三家の方は初代のカードを飾りたいなーって買ったんですけれども、買ってからしばらくしてね値段がねすごい勢いで高騰しておりまして、正直ねちょっと引いております。もっとねいい保管方法にしてあげた方がいいのかななんていうふうに思ってしまっておりますね。そんなわけで今回は3つ目の選択肢、コレクションファイルの世界に足を踏み入れたいと思います。しかしですね、ストレージの回でもちょろっとお話をしたんですけれども、公式のファイルっていうのはねちょっと気に入らないんですよね。見ていただけるとわかると思うんですけれども、基本的に柄がですねその当時に発売されていたゲームのパッケージを前面に押し出している感じですかね。シリーズごとにファイルを変えるくらいのコレクターさんにとってはそれでも良いかもしれないんですけれども、私はそこまでのコレクション数はありませんので、なるべく時代に左右されないファイルが欲しいなというふうに思っております。そう考えると20年前にあったこのファイルすごい良かったんですよね。シンプルで落ち着いていながらポケモンっていうのもね一目でわかるデザインでね、素晴らしい商品でしたよね。しかも500円で買いましたしね、当時レア度が高かったエレブも確実に入手できるというね親切さもありましたよね。唯一ね現在のポケモンセンターオンラインの中でもこれいいなっていうふうに思っているのがこの古書風のねファイルなんですけども、残念ながらね売り切れてしまっているんですよね。そこで私が目をつけたのがこちら、スクリューダウンでおなじみのウルトラプロのポケモンポケボールプロバインダーです。日本のアマゾンではモンスターボールフルビューポケモン用プロバインダー9ポケットカード、お値段ドドンと大人仕様の約5000円となります。アマゾンでねポケモンカードのファイルを調べている時に見つけてからずっと気にはなっていたんですけれども、どんな世代でもどんなポケモンでも組み合わせられるポケモンの象徴ともいえるモンスターボール柄がねとても素晴らしいと感じていました。ただね、モンスターボール柄のねファイルの割に結構値段高いなと思ってねずっと二の足を踏んでいたんですけれども、スクリューダウンのねウルトラプロさんなんで信頼していいだろうということでねポチりました。すっかりウルトラプロのね信者みたいになっているんですけども、まだそこのね域には達しておりませんのでね、ではね早速見ていきたいと思います。はい、それでは早速開封をしていきたいと思いますが、一つね私が心配しているのが、私にとってこれが20年ぶりくらいの、カードファイルになるわけですね。なのでカードファイルの比較対象がちょっとないっていうところがありますので、うまくレビューができるかどうかが正直よくわからないというかちょっと心配があります。はい、お付き合いいただければと思います。とりあえずですね、20って書いてあるのがこれ20ページありますよ。で、9ポケット1枚にあって、それが両面にあるので、9×20×2 ということで、360枚カードが入れられますよというふうに書いてありますね。私が子供の頃に使っていた白いファイル、さっき紹介した白いファイルの時は、同じポケモンが全部そのポケットに詰め込んで151匹プラストレーナーズカードをギュッと詰め込んでたやつ。記憶がありますので、このパンパンにねパンパンにこうフルーツサンドみたいにガーンって膨らんでいたんですけど、大人になったらねさすがにそういうことはしませんよって感じで、一応360枚がこれに入るというような形になっております。さあ、じゃあね袋を開けようかな。はい、できました。袋から出しまして、
表面はいわゆるまあ普通のファイルというような感じですね。ツルツルしていて汚れにも強そうです。で、これをですね、ゴムっていうんですかね、お弁当を留めるようなこのバンドで留まるようになっておりまして、これを開くと、こうね、保護用の紙とかが入っておりまして、丁寧なね、作りがね、伺えますね。中にはですね、9個のポケットがあるんですけれども、ホームページの情報なんですけれども、カードはこう横から入れるようなタイプになっておりまして、これのおかげでカードがはみ出しづらいよっていうのが売りのようですね。ちなみにですね、内側の2列は、こう、外側からカードを入れるようになっているんですけれども、外側の1列は内側からカードを入れるようになってまして、こっち側からカードがね、ぴょんとはみ出すことがないようになっております。これがね、これはこっち入れ。これはこっち入れなんで、ちゃんとね、こう、外にははみ出しづらくなっているような感じですね。で、さらに中はですね、不織布みたいな素材で、ザラザラしておりますので、こう、滑りづらくなっておりますので、よりカードが外にね、出づらくなっているよというような感じですね。背景が黒なのもね、すごくいいなというふうに思っておりまして、カードがね、こう、キラキラ光ってる場合がありますので、後ろが黒になることで、よりこう、画面がね、こう、映えるというか、カードがこう、映えてくるなというふうな感じがします。で、もうすでにこう、入れちゃったんですけども、私が一つ検証したかったのが、カードを保管するときに使っているスリーブですね。ファイルに入れるんですけど、当然スリーブにも一応ね、入れておきたいなというふうに思いますので、こっちがね、ソフトスリーブっていうんですかね。ソフトタイプっていうのはお値段が安い分ちょっとこう柔らかくてですね、普通のね、カードをしまうときにはこれを使っているってものでして、ハードタイプはですね、オーバースリーブとも言うのかな。公式のスリーブの上からもね、スリーブ保護のために使われるようなもので結構固めでね、防御力が高いよってものなんですけれども、どっちの方がいいのかなって、こっちの方が多分ね、カードの保管っていう意味ではいいんでしょうけど、少しこうね、分厚くなってしまうので、ちゃんとはまるかどうかっていうのが、心配ではあったんですけども、今入れてみても分かった通りですね、十分、オーバースリーブ、ハードスリーブでも、十分だなっていうような感じでしょうかね。ただ、もっと言っちゃうとですね、やっぱりハードスリーブってちょっと大きめなんで、こうね、スリーブの中でカードがね、動いちゃうと、やっぱりこう綺麗にいきませんので、一番はですね、このスリーブの二重掛けですかね。僕はね、スリーブの二重掛けね、苦手なんですけど、空気がどうしても入っちゃうんでね、はい、いい方法を教えてもらいたいなと思うんですけど、こう二重にすることによって、カードのね、カード自体をスリーブの中で動かないようにして、保管するっていう形が一番ね、ハマりそうだなっていうふうに思います。はい、というわけでね、せっかくなんでファイリングした私のコレクション一部ね、ご紹介したいなと思うんですけれども、最初にお断りしておきますと、私のコレクションそんなにすごいものではありませんというか、持ってる一番いいカードはスクリューダウンで紹介してしまっていますので、残ってるものは全然大したものではないんですよ。ですがね、このカードの価値を楽しむというよりは、あくまで主役は今回ファイルですので、ファイルの中にですね、カード並べてみると、そんなレアなカードじゃなくても、テンション上がるよ、みたいなところをね、一緒に楽しんでいただければと思います。さあ、記念すべき1ページ目ですが、はい、基本エネルギー9枚でございます。散々ね、大したことないよって言って下げていったハードルのさらにこう下をくぐり抜けるようなね、感じになってしまいましたけれども、続いてはこちら。はい、右側がね、今回その話のね、最初のところでも出しましたけれども、色違いのポケモンたち、せっかくなんでね、こういう風な感じで並べてみたよっていう風な感じですね。はい、背景がね、GX もね、V もそうなんですけど、白なので、この黒のね、枠がすごく合うんじゃないかなというふうに思っております。こちらはですね、20年前、一番最初のポケモンカードが発売された時のパックに入っていた7つのタイプのポケモンたちの、このね、博士から最初にもらう3匹をはじめ、各タイプのね、初期メンバーっぽいポケモンを並べました。で、さらにはね、イラストを有田光弘さんというイラストレーターさんのイラストで揃えてみたというような感じですね。あとは、ポケモンの世界を表す博士とモンスターボールというような感じですね。初心を思い出せるようにというかね、見てるだけでね、なんか当時を思い出して結構涙出ちゃいそうな感じになるんですけれども、そんな懐かしさを感じておりますね。でもね、このイラストのね、描かれた有田さんというのはすごい方だなというふうに思うんですけど、この絵を描いた頃って、どうもね、まだね、ポケモンのね、ゲームが世に出てないというか、まだね、ドット絵くらいしか情報がなかった時代らしいんですね。そこからポケモンの世界観っていうかね、こういうね、感じを描き上げていったわけですよね。はい。
私が子供の頃なんてポケモンカードを見ることがポケモンの世界観を知るバイブルみたいなものだったので、私たちが知るポケモンの世界を作り上げた一人が、まあ、この有田さんだと思いますので、まあ、すごい素晴らしいなというふうに思って、まあ、ぜひ手元に置いておきたいと思って今回ファイルに入れておいたというふうな感じですね。まあでもまあね、この有田さんがまだまだね現役でというか、まあ、Cレギュレーションのタッグチームの時はね、有田さん一人でむちゃくちゃカード書きまくってましたからね、まあその人がまだカードの、ね、イラストを最前線でねやっていただいてるっていうのはね本当に素晴らしいことだなっていうふうに思っております。そしてですね、最後にご覧いただきたいのが見開きでドンというふうな感じで、まあ今回ファイルが手に入ったらね絶対にやりたいと思っていたのがこちらなんですね、新旧の関東ジムリーダーコレクションです。こちらがね、キューラっていうんですかね、20年前のポケモンジムシリーズのジムリーダー8人。そしてこちらがね、レッツゴーピカチュー&イーブイで登場したジムリーダーのスーパーレアたちですね。まあ、8人しかいないのでね、ここにね、当時のね、ロゴをね、印刷して、入れたって感じなんですけども、いや、並べてみるとね、ほんと圧巻ですよね。まあ、ジムリーダーがこうやって20年の時を経て、また揃い踏みをするっていうのはね、本当にね、素敵なことだなっていうふうに思います。そしてですね、こうやって並べてみると改めてなんでマチスだけ SR がなかったんだろうなっていうのはね残念に思うんですけど、まあ逆に美味しいのかもしれませんね。はい、というような感じでね、ここから先はもうまたね白紙になるんですけれども、まあこうやって振り返ってみますね、私のコレクションどっちかっていうとね過去に重きを置いてますよねっていうかね、ファーストデザイン、まあ20年前のカードで、まあ、色違いのポケモン、そして、新旧の対比っていう風な感じでね、まあ、ほぼほぼその過去にね、囚われてる感じがあるんですけれども、まだまだね、こちら何ページも何ページもありますから、これからね、新しい思い出をたくさん作っていきたいなという風に思います。あとね、カードを入れてみますとね、やっぱね、ページが重くなってくるんですよね。この重みがね、またいいなという風に思います。全部のページがね、このね、カードの重さでね、ずっしりとしたら、それはね、すごい快感なんだろうなという風には思いますね。まあ、いつになるかね、わからないんですけども、このファイルのね、ポケットがすべてカードで埋まった時には、また動画を撮ってね、ご紹介したいなというふうに思います。はい、というわけでね、本日はウルトラプロのモンスターボールバインダーをご紹介いたしました。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。